宇崎ツカの四国一周車遍路旅。どうも、宇崎ツカです。今日は18番札所の Onzanji に来てます。なんかね、牛の牛小屋があるような道路をね、細い道路をちょっと山の中に来て、そして駐車場がここにありますね。駐車場の向かい側がトイレ。さて、じゃあ行きましょうか。駐車場からちょっと登っていくみたいですね。竹がいっぱい生えてるな、竹林。まあ山だな。雨降ってきた。すげえ降ってきた。よいしょ。本山寺ここですね。正面本堂、左側が大師堂ですね。椅子がたくさんあります。で、右側があれが手洗い所かな。そして奥に御朱印書いてもらえる場所がありますね。これなんだろうな。お、仏像がいっぱい並んでますね。なんだこれ、ちっちゃい菩薩がたくさん並んでるな。これが本堂。大師寺法空僧。本堂の隣に鐘がありますね。奥にもなんかあるみたいですね。高台みたいなのがあるみたい。展望台まで 300m。 あれ、でも封鎖されてるな。危ないから入ってはいけません。だって徳阿ノ区多良山脈山菩提古寺。今日はどちらから。どの辺。愛媛の。近いね。あ、どちらからですか。あ、僕は栃木県から。栃木県。歩きですか。あ、いえ、車ですか。私も車です。近いです。あ、どうぞ。気をつけて。はい、ここが御朱印書いてくれるところかな。こんにちは。書いてもらったぞ。これが18番目の御山寺のね、御朱印になりますね。薬師如来御山寺だね。以上が18番札所御山寺でした。またね。